リベンジの時は来た。今テンポアはカニザタ。ここで第1クォーター終了。リードはボーポーソーズ。第1クォーターでこんなに消耗してるみんなは初めて見る。ああ最高だぜ。相手にとって不足なしで驚いたぜ。想像以上にやりやがる。そろそろ教えてやるか、力の差ってもんを。これは指くわえてみてな。見たか猿ども、お前らには一生できない芸当だろ。向こうもいよいよ本性を出してきやがった。メンツを変えるぞ。明石緑もアウト、黒子鏡いいんだ。あんなやつ俺一人でも。紫原、一人の勝利とチームの勝利、どちらが大事かなど。タイムアウト終了です。俺様のスピードに反応できるわけねえだろうが。反撃開始だ。2対2だ。3対2だ。よこせシルバー、フリーダだろうな。てめえはパスしねえと思ったよ。乗れよ。毎度さすが黒カッチ。第2クォーター終了。クソザルどもが。少し黙れ。俺が風通しよくしてやるよ。前半は上出来だ。後半もこのまま行くぞ。本当の勝負はこっからだ。いいな。おう。まずナッシュは俺がつく。そしてシルバーは。足引っ張んなよ。よっす。こっからだぜ。本番はよ。よっしゃ。青峰っち、こいつ俺に任せてくんないっすか。このクソカスが。あいつまさか。シルバーを一人で食い止めること。
恩に。今の瞬間だけはコート上の選手で最強はキセだ。聞こえるか、頼みがある。プレーが噛み合わずチームバランスを狂わせることもあり得るぞ。分かった、僕も戦おう。行け。最後決めて終わりたかったのに、もう1ミリも動けねえぞ。ここまでよくやった。アカシッチ、この雰囲気まさか。結局ガス欠かよ。無意味な努力、ご苦労様だぜ。元通りでも無意味でもない。なんだって。絶対は僕だ。行かすかよ。オーケー。思ったより全然いい気分つうか。スティル！俺と同じ目。まさかエンペラーワイト。だが勘違いするな。格が違うぞ。違うだと？舐めるな！正直本気でやべえな。まさかナシにお前と同じ力があるなんて。俺は敵味方全員同時に見ることができ、俺を出し抜くなんだたとえ神でもできやしねえ。条件は五分か。戻れカウンター。実力の差だ。赤チン似合ってないから、あんなやつに負けるわけないし、だからしばらくオフェンスもディフェンスも俺んとこにボール回してよ。リコチンかサチン、ゴム一個ちょうだい。勝つしかねえんだったら死んでも勝つだけだし。もっと腰を落とすんじゃ。パワーを逃がさず 100% 発揮するには正しいフォームってのがあるんじゃ。お前よりパワーも技もあるやつがな。鏡君そっくりです。中から動きに無駄がなくなってきた気がしたけど、周囲とはサイズもパワーも違いすぎて。けどシルバーという自分と同等以上のサイズを持つ敵を前にして、そんなことありえねえ。いっちゃいけねえんだ。まず間違いなく折れてやがる。だが勝負ってのは
結局最後まで立ってたもんの勝ちなんだよ。どいてよ。 おい無茶だ。知るか。交代してください。やられっぱなしで切れてるのは僕も一緒です。おいシルバー、おちびちゃんがえらく睨んでるぜ。うん、あったよ。じゃあ、あとは任すわ。マンツーマンじゃなくスリーツーゾーンか。無駄なあがきなんだよ。あの距離から一瞬で。サルル絶対負けるかよ。よし、蹴りをつける。行くぞ。ジャモンキー。無駄だ。てめえじゃダッシュは抜けねえよ。いや、まだ上があるというのか。とどめさせてやる。ナッシュゴールドジュニアのフルパワーだ。決めた。再び4点差。この時間で6点差になってしまったら、もう追いつけない。とどめさせてやるよ。さよならだ。何を言って。このままでは負ける。エンペラーアイが劣っているのではなく、そもそもまだ不完全だったのではないかと。だから僕は消える。すべてを君に返す。必ずナシと同等以上の力を得ることができる。最後にみんなとプレイできるなんて、僕には大きすぎる選別までもらえた。ナシュ、さらにもっと先の未来まで見る。このバカ、ありえねえ。こいつまさか俺と同じ目を。勝つぞ。必ず最後の勝負だ。はい。残り10秒。カッとなって強引に攻めたりすると思うか。ここまで引かれてはダメか。